行きがやっぱちょっと欲しいよな、うん、奥行きが欲しいってなる、草の、型をね描いてます、うん、ああ結構そうあそうだね、うん、ああいい感じ、おいいじゃんいいじゃん、うん、そっから横に切って縦に斧入れるか、あいいね、うん、おさすがもうちょい、うん、あ、あ、はは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 は、可愛らしいスプーンね、スプーンぐらいの幅しか今のところ、そうでもそれいいじゃんね、うん、まあもうちょっとね削って、そうだね、そうお、ね、深さ出していきたいね、この辺ね、うん、やっていきましょう、うん、おい次は結構いったね、だから、うん、ここ削って削ってく作業か、今ここか、ね、あ、ダンゴムシだこれをもうちょっと綺麗に削ったらここら辺カットとか、うん、そういうことをこういう部分落としてあ、もうその作業？そういいねじゃん、意外と形になってきたんじゃないの？ものすごいね、雨が降ってきました、これで、なんか気づいたらもう 3,4 時間やってたのかな、で最初もっと2時間ぐらいでこう終わるかななんて思ってたらやっぱね、意外と大変で、まあ慣れてないっていうのもあったんですけど、時間かかっちゃったんですけど、まあそれがね、感じないぐらいあっという間でした。でこれね、ちょっと写真で申し訳ないんですけど、一応今この状態で一旦終わらせてます。動画がいいねと思った人や続きが気になる方はチャンネル登録の方お願いします。それではありがとうございました。